こんにちは、ヒラートフットボールクラブでございます。連戦続いておりますが、5連戦の、4戦目ですね。J2 の第18節、9月9日に、行われたゲーム、ちょっと動きがありましたので、そのあたりも見ながら、振り返っていきたいと思います。それでは行きましょう。スタート。さあ、ということで、5連戦の、4戦目、まずは、結果からご覧いただきたいと思います。こんな感じでございます。上位ね、3チームがアウェーで戦うということでしたがね、一番最後の順位表もご覧いただきたいと思いますが、まずは上から、まず見ていきたいと思います。山形、福岡は0対1で、福岡が勝利してます。これで、福岡は2連勝ということになりました。山形ね、攻撃悪くないんですけどね、ちょっと2連敗、その連敗もどちらとも0対1ということで、攻撃はできてるんですけど、ネットが揺らせていないという、部分でもありますが、福岡は遠野大也選手が2試合連続ゴールということになっています。栃木、徳島0対1で徳島勝利しております。西谷兄弟対決みたいなこともありましたけども、小西選手出ましたね。すっげーの出ましたね。ありましたが、徳島が勝利しております。そして、これと、栃木が4戦ぶりの敗戦なんですけども、これ負けても1点差っていう、ここがまた栃木らしいというか、しっかりと戦えてるのかなという感じがします。群馬、京都0対2、京都が勝利しております。群馬がこれで3連敗、京都は2連勝、ピーター・オタカ選手が2試合連続ゴールで、これでトータル13ゴールということで、またゴール数を伸ばしているということになります。千葉、新潟、1対3ということになりましたね。もうなんか新潟のこのアタッカー陣のファインゴールね、渡辺新選手、そして本間志音選手の2ゴール、綺麗なゴールでしたね。新潟勝利しております。さあ、そして千葉がこれで2連敗、6戦勝利なしで、これかなりちょっと厳しい状況になってるのかなという感じもいたします。甲府、長崎、これは、もちろん後でゆっくり触れますね。2対0で、甲府が勝利しておりますが、甲府、現在内容中分、12分でございます。これ後ほど触れたいと思います。金沢、町田、1対1、町田はこれで6戦負けなし、金沢も4戦負けなしというところではあります。町田の奥山選手、これ J 初ゴールだそうでございますが、いいスルーパスから抜け出して、ゴールを決めておりましたが、これで1対1ということになっております。岡山ヴェルディ、これ0対1でヴェルディが勝利してますが、山下選手、速いですね、本当に速い。もう見てて気持ちいいですね。だからあのこうつなげるヴェルディの中で、あれだけこうスピードを生かす選手がいるというのはかなり大きいかなという感じがしましたけども、岡山、あの残念ながらホームで敗れておりますが、ホームで3052人、まあなんか、手拍子がなんか解禁になったということで、雰囲気やっぱりいいですね。なんかいい感じで、お客さんも入ってましたし、いい雰囲気出ておりました。山口、松本、2対2、これ最後ね、どっちもあのセットプレーから得点取って、山口が2対1でホームで勝つかなというところで、最後塚川選手がアディショナルタイムに決めて、松本追いついて2対2、なんとも言えないあのスタジアムに空気が流れるという、ゲームでしたけども、2対2ということになっております。愛媛、北九州、0対1、北九州勝利しました。これで北九州は3戦ぶりの勝利、連勝がありました。引き分けがあって、前節甲府に敗れて、じゃあここどうですかというところでしたけども、これある種あの北九州らしさ全開ではない中で、北九州勝ったことが、これが大きかったんじゃないかなという感じがしましたね。あの愛媛がすんごいコンパクトに陣形保ってました。
前線、丹羽選手、森谷選手、まあ、最初532の形で、丹羽選手、森谷選手もかなりこう下がってもう圧縮した形で北九州が、使いたいスペースをどん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 消していくという、これ面白かったですね。で北九州がなんとかそのスペースをこう探すその展開が、続きまして、なんかね、僕はね、あの若い河合健太監督と、まあ、還暦を迎えた小林慎二監督のこのルールがある中でのこの戦術での、若き指揮官と還暦の指揮官のこの喧嘩というかね、戦ってる感じが僕はもうすっげー面白かったですね。これも普通街中で40と60が喧嘩したらほんまこれダメですよ。これサッカーの、監督戦術を使ってのこの喧嘩は面白かったですね。ただこれ北九州が勝利して、まあ、後ほど順位をご覧いただきたいと思いますが、いろいろ動きが出てきております。琉球、5対0爆発ですね。これでホーム初勝利。琉球なかなかこうお客さん無観客の状況が続きましたが、やっと観客も、入ることができる中で、5点取りましたね。わからないもんですね。なかなか4連敗しててのこのゲームでしたけども、今度もう点取り出したら一気に5点、もうケチャップも何も出ましたね。阿部選手は3戦連発これで9ゴールと、いうことになっています。逆に大宮はちょっとこう心配ですね。まあ、守備の硬さでずっと序盤は、戦ってきましたけども、一気に5失点と、いうことになっています。そして最後はジュビロ磐田対水戸ホーリーホック0対0、これも面白かった。ちょっとあれ後ほど触れたいと思います。まずは、ヴァンフォーレ甲府対、ビュファーレン長崎を触れたいんですけども、その前に、山本英臣選手、J 通算500試合、おめでとうございます。ジェフのアカデミーで、ジェフで4試合しか出てないんですよね。これだからもう甲府で、だから甲府であと4試合出れば甲府での500試合ということになるわけですけども、40歳の選手がこのやっぱゲームで一番大きな働きをしてたというね、これがすごいんですけど、今甲府すんごいいいですね。例えば 5-4-1、まあ、3-4-2-1 のようなシステムで戦うチームって、まあ、味方によればちょっとこうリスクを犯さない守備的な戦い方もするチームもあります。いや、リスクを犯さないっていうより、リスクの犯し方が分からなくなってるんじゃないかなって思う瞬間あるんですけど、今甲府もう全員でそのリスクのあたりも統一して、もうガンガン行くときはこの上下の動き、いろんなところで上下の動き、ポジションチェンジを入れながら、それがね、本当にこうチームでこう共通認識されてる、意識が統一されてるのが素晴らしいなというのと、左サイドすごい。ちょっと表をご覧いただく、これあのフォーメーションです。フォーメーション、甲府のフォーメーションをご覧いただきたいと思います。まあいわゆる、まあ、3-4-2-1 のような形、まあ、山本選手がちょっとこう上がるような形ですけど、泉沢選手、これシャドウの位置なんですけど、普通シャドウの位置のポジションの選手って攻撃の時ちょっと中に入ってこの前線の選手に近づこうとするようなプレーが多いですが、今甲府泉沢選手が外に開いて、この、まあ、いわゆるウィングバックと呼ばれるこの内田選手が中に入っていきます。でもうなんならもうクロス上がる時にもうこの辺にいたりします。で今甲府のすごいところが、この泉沢選手がここでボールを受けた時にサポートに行かない、この選手に自由にやってもらうという形ができてきて、これが今すごい。で泉沢選手の良さがさらに出るという、
これであえて寄っていかないっていうのがすごくいいですね。で、泉沢選手、本当に今いい感じになってきております。ちなみにこれちょっと斉藤さん、ちょっと寄ってもらっていいですか。この2点目のシーンなんですけど、これまあ左サイドでボールを取ってからこうつないで、最後は泉沢選手が決めるシーンなんですけど、山本選手2回受けてるんですけど、早っ、すいません、まあ、早って自分のせいなんですけど、ちょっとアディショナルタイムいただきます。山本選手2回ターンしてるんですよ。後ろから受けて2回ターンして前に出して、でまあ本当にこうゴールにつながるところでもこの松田力選手に出してっていうところなんですけど、この働き見事です。今甲府ね、これで3連勝なんですけど、実にいいですね。今、甲府これ、まあ、3連勝で、まあ、かなり、まあ、まだね折り返し地点までもうちょっとというところですけども、まあ、トップグループの背中が見えてきたかなという感じがいたしました。長崎の方はこれアウェー3連戦ということでしたけども、終わってみれば引き分け引き分けで負けということで、アウェー3連戦は勝ち点2ということになったビファーレン長崎でございます。さあ、そして、ジュビロ磐田と水戸ホリーホック、これね、これね、あとジュビロは前半に3回バーに当たってるんですよ。で特に、2分の、伊藤選手のヘディングシュートクロスバー、ルキアン選手がキーパーかわしシュートクロスバー、これね決まってたらね、多分岩田は勝ってたんじゃないかなと思うんですよ。というのも水戸、前節ホームで栃木に敗れて、かなり秋葉監督に気合い注入されてたと思います。選手ももちろん、戦う気満々だったと思うんですけど、3バックが真ん中にンドカ・ボニフェイス選手、右に住吉ジェラニレーション選手、左に、特別指定の、ミクニ・スティビアイブス選手、難しい、ミクニ・スティビアイブス選手だったんですけど、ちょっとね気持ちがちょっと先回りしてね、ギャップができてたんですよ。でそこ疲れたんで、ここで失点してたらこれスコア多分変わってたと思います、大きく。ただ、多分飲水タイムあたりで三國選手を右にして、右のワイド、岸田選手を3バックの左にして、ちょっとやっぱり水戸落ち着いてそこから戦えるようになりました。でここなんですけどね、後半ね水戸のチャンスシーンがどんどん増えていくという、その気持ちがこううまく噛み合い出すっていうね、これだから気持ちばっかりではもちろん勝てないんですけど、気持ちがうまく噛み合い出して、システム戦術とうまく噛み合い出して水戸の良さも出始めるという、そして結果は0対0ということで、いやこれはねなかなかすごい試合だったなというか、振り返ってみれば水戸も序盤に KO されてる可能性があったんですけど、これ終わってみれば最後の12ラウンドぐらいは水戸かなりパンチ入ってたんで、多分判定でも引き分けドローかなぐらいのゲームになってたというね、試合って分かんないっすね。いやーなんかこれはこれでまた0対0なんですけど非常に面白かったです。で、18節終わりまして順位表、北九州勝利、長崎敗れて徳島勝利して、北九州が首位に立ちました。18節長崎が2位、徳島が3位、勝ち点の差1ずつ、これえらいことっすね。どえらいことっすね。で4位が甲府なんですけど、甲府は、3位の徳島には勝ち点の差が5、昇格圏の2位のビハーレン長崎には勝ち点の差が6。背中見えてきましたね。で次節長崎ホームで6位のジュビロ磐田、いや面白くなってきましたね。
や本当にまだまだ実本当にずっと見ててよかったですということで、18節すいません長くなっちゃいましたけど振り返ってみました。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。